オイル軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,432人であり、2000年の27,697人から2.7%増加した。軍庁所在地はダンビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。1842年に設立され、軍名は ケンタッキー州選出アメリカ合衆国会議員、ケンタッキー州高訴裁判所主席判事を務め、後には連邦裁判所ケンタッキー州地区判事になったジョン・ボイルにちなんで名付けられた。ボイル軍はダンビルショート試験に属している。1820年、KC 軍の一部、現在はケンタッキー州道300号線より、南の地域がマーサー軍に併合された。この地域は、 1842年2月15日に、リンカーン軍とマーサー軍の一部を合わせて、ボイル軍が設立された時に、ボイル軍に付け加えられた。軍名は、ケンタッキー州交差裁判所主席判事と、連邦裁判所ケンタッキー州地区判事を務めた、ジョン・ボイルにちなんで名付けられた。南北戦争中の1862年10月8日、軍内で、 南軍のミシシッピ軍と北軍のオハイオ軍の間にペリービルの戦いが戦われた。この戦闘の犠牲者は両軍合わせて7407人に上った。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は182.99平方マイルであり、このうち陸地181.90平方マイル。 水域は1.09平方マイルで、水域率は0.60%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。センターカレッジ以下のカレッジと大学は、ボイル郡にキャンパスがある。ありがとうございます。